どうもマツケンです。本日6月19日金曜日なんですけれども、カメラ買いに行っております。どこの店で買おうかちょっと迷ってて、そしたらもう発売日になっちゃったんで予約しそびれたんで、とりあえず売ってそうな場所探していきます。とりあえず在庫ありそうなヨドバシカメラ狙って行ってみますが、なかったらどうしよう。ということで開封しました。6月19日発売のソニー ZV-1 ですね。こちらね、モニターがバリアングル液晶になっておりまして、ここら辺もね持ちやすくグリップが標準装備されています。で、端子類はボディ右側面にマイク端子とマイクロ USB とミニ HDMIですね。で、ここにストラップホルダーついてます。バッテリーと SD カードはこの底面のところに、あとねここに SD カード、こちら電源ボタンついてるんで、ということで朝一でヨドバシカメラ行ってこちら買ってきました。ソニーの ZV-1 ですね。 Vlog 用に特化したコンデジということで、このカメラが6月頭に発表されて、それ以降いろんな方がもうレビュー動画をねバンバン出してる状態で、このチャンネルではもうスペックがどうとか特徴がどうとかっていう説明はもう省きまして、早速使い倒していこうかなと思っております。なんでねこのカメラ買ったのかというと、ずっと今使ってるこのキヤノンの EOS80D っていう一眼レフのカメラだけでやってたんですよね。2020年現在でこの組み合わせでね YouTube 戦ってる人ってあんまいないと思うんですけど、まあ、それなりに写りは良くて、一応気に入ってはいるんですが、重いんですよね。装備として重いし大きいし、外に持ち出して撮影したいという時はかなり心理的なハードルが高くて、めんどくさくて持っていかなかったりとかすることが多かったんですけれども、この ZV-1 が登場するまでは RX100M7 を一応狙ってて、いつ買おうかなってこう考えてたんですけど、タイミングよく動画に特化したモデルがね出るということだったんで、これも買っちゃおうということになりました。これまでね iPhone とか Osmo Pocket とかを外用のカメラとして一応使ってはいたんですけど、やっぱりねセンサーサイズが小さいっていうこともあって、写り自体はね限界があると。動画なり写真なり撮るときはやっ
ぱりしっかり撮りたいなっていうのがずっとありましたんで、こういった撮影部屋みたいにしっかり三脚とかセッティングできて置いて撮れる場合は一眼レフ使って、それ以外の出先ではこの ZV-1 をメインで使おうかなと思ってます。今日 ZV-1 使っていろいろ撮って回りたかったんですけど、天気がめちゃくちゃ悪いんで、一応ねそれは諦めまして、今日は室内で、使ってみようかなと思います。これからあの晩飯の準備しますんで、その風景をね一応撮ってみてという感じ で、この ZV-1 は外部マイクつけれるんですよね。こんな感じで何でもいいんですけど挿してね使うことできるんですが、内蔵マイクの調子がいいらしいんで、今日はせっかくなんで内蔵マイクのみでやっていこうかなと。でこのウィンドジャマーが純正でついてるんで、これを装着しておこうかなと思います。ウィンドジャマー付け方なんですけど、ここのまずホットシュのカバー外して、でこのウィンドジャマーの付け根がこの形になってますんで、ここに差し込むだけするとこんな感じで装着することができます。ウィンドジャマーつけてると、これがねもともと入ってたやつが行方不明になりそうなんで、これはしっかり保管しとかないといけないですね。ということでここからは ZV-1 の映像でお送りいたします。レモン、おかえり。お腹すいた？
Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights.Searching for my heart. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. あ、これ作ったの？これは作ってない。こうやって持ち上げたな、僕。山は。ダメをめくって。今、黒の。これ、ケンさん。それ、ママや。これ、これめっちゃ面白いし。Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down.ということで今見ていただいた分がこちらの ZV-1 で、撮影したものになりますが、いかがだったでしょうか。いつもだったら色味と音声を少し調整するんですけれども、今回は何もせず、もう撮った素材そのまま繋いだっていう感じなんですけれども、撮影してみた感じはすごく使いやすかったです。さすがに広角端 24mm っていうのはおっさんの自撮りはちょっと厳しいかなと思うんですけど、イケメンの人や女性は全然いいんじゃないかなと思います。 RX シリーズに比べてこっちのがね、動画に特化したってこともあるんですけど、これがめちゃくちゃ売れれば ZV-2、ZV-3 とかって言ってリニューアルされていくと思うんで、これみんな買った方がいいと思います。今までおすすめのカメラ、動画撮る時におすすめのやつなんかないのって聞かれた時は、だいたい一眼レフと、まあ、それとレンズをね合わせておすすめしてたんですけど、これからはね ZV-1 もその選択肢の一つに十分入ってくるというか、かなりおすすめだなと個人的には思います。そもそも内蔵マイクの質がすごくいいけど、さらに外部マイクもつけて拡張できるという可能性もありますし、まあ、ちょっとしか使ってないんですけど、広角端の 24mm がちょっともうちょっと欲しいなっていうところと、あとバッテリーが小さいんで、やっぱずっと撮影してるとすぐなくなっちゃうんで、予備のバッテリーもしくはモバイルバッテリーで使ってない時は充電してね、こまめにそういうことやっていかないといけないなという感じでございます。まあ1日しか使ってないんですけど、すごく感触としては満足でございます。アクセサリー類で買い足そうかなと思ってるのは、予備のバッテリーが1個ぐらい欲しいなっていうのと、あとね保護フィルムですね。バリアングルモニターのフィルムは買ってるんで、後で貼っておきたいなと思います。であと持ち運ぶときはモニターを内側に締めておいて、ポケットに突っ込むっていうのもありなんですけど、ポケットにこれ入ってると結構圧迫感あるんで、これが今んとこおすすめかなと思います。無印のちっちゃいサコッシュが出たんですけど、これがねドンピシャで、これがドンピシャで入りますんで、まあ、こんな感じで普通のサコッシュよりも最小限のサイズ で、このサコッシュのいいところは内側にスリットが
3箇所入ってまして、予備の SD カードとかケーブル、あとバッテリーですね、予備の持っておきたいものがまるっとこの中に入るんで、これはいいんじゃないかなと思います。ということで長くなりましたが、今回はソニーの ZV-1 ですね、 Vlog カムの紹介といいますか、使ってみたという感じの動画でした。またね、あの動画作りますので、もしよければチャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。